課金課金 W かっこわら、カリシャキマンです。今日は 2月25日の今、午後8時となっております。今日の企画はですね、企画中か今思いついたんだけど、同姓同名の僕の名前の同姓同名の電話案内で一例読んで、俺の名前が他に存在するか電話番号を聞いてみます、検証します。まあね、こんなくだらないことをやっても思いつきなんで仕方ないんでね、ごめんなさい。あれ、なんで消えたんだろう。電話通じるの？通じないのか。あ、いいんだね。一連音かけます。お待たせしました、千代竹奈美です。あ、すみません、フレア案内お願いします。はい、登録番号お願いいたします。ちょっとお待ちくださいませ。ですね、まず札幌市で、はい、どこでもいいんですけど、札幌市の、はい、荒井陽一ってありますかね。荒井陽一様、はい、札幌市の荒井陽一様お届けございません。ないですか。はい、お届けされておりません。じゃあその隣の北海道内ないですか。はい、お届けされておりませんでした。すいません、わかりました、失礼いたします。はい、申し訳ございませんでした。はい、はい、ということでさ、札幌一個一個町聞いていこうと思ったら、いきなり向こうから道内一軒もないって言われたんで、もうね、北海道はないってことですよ。じゃあ明日青森でね、あるかないか聞きますんで。じゃあ皆さん、今日もね、とりあえずカリシャッケマンになる、まずね、カリシャッケマンになってからの、いきますよ。おい、よう、どこ行くの。ダメだって出るなっちゅの。はい、今日のね、疲れをね、邪気払います。疲れの邪気。おりゃ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 、これで邪気払ったんで、明日からまず、ごめんなさい、俺の元気、ダメだ、札幌の北海道の皆さん、元気分けてくれ。で、俺の関係者、もう皆さん、元気注入してください。明日から1週間、元気玉ねぎファイティングナウ。元気玉ねぎファイティングナウということで、ありがとうございました。ありがとうございました。愛国語でありがとうなんですけど、俺ね、インターネットでツイキャスとかで、ありがとうとかさ、ツイキャスじゃなくても、ありがとうとかね、なんかコメントしたら、ね、ありがとうって何ですかって、ちょっと、ありがとうってさ、俺てっきり結構伝わってるもんだと思ったっけ。何ですかね、誰も知らないんじゃん。ありがとうって、したっけはさ、なんか知ってるんだけど、ありがとうってちょっとまだ広まってないから、俺が広めるね、ありがとうをね、したらね。じゃあ、あと3月14日歌う犬、もうね、ツイッター、愛子さんのツイッターでジャケットも公開されてるんでね、なんかなくなったね、ね、人のなんか思い出があるようなジャケットみたいですよ。なんか曲内容もそうじゃないですかね、 DVD も。
その思いがこもった一枚なんで、ジャンキーやいわば愛子さんがちょっとでも好きな人は買ってください。なんか思い出が入ってるから多分プレミアつくと思うんで、ね、買ってお金がもしなくなったらね、ジャンキーさんなら高く買ってくれると思うんで、まあ貯金だと思ってね、利息が後で返ってくると思って買ってくれればいいんじゃないですか。愛子さんファンじゃない人、ジャンキーじゃない人、歌う犬パート5かな4かなパート5かパート5、3月14日出ます。僕ももちろん買いました、初回限定で、特典はね Amazon の場合何もついてこないんですけど、ちょっと調べても特典何もついてこないって書いてんだけど、特典ないみたいですね。ただ特典映像はありますよ。中身特典映像はなんかすごい丸日のやつが入ってるみたいなんで、俺は DVD 買いました。ブルーレイもあるんだけど、ブルーレイはテレビしか見れないんで、僕はブルーレイ、DVD だったらね、パソコンでもさ、この DVD プレイヤー、専属の何機種かあるんで、それじゃないと困るんでね、僕は DVD 専用派なんで、はい、もし見るなら、そうです。そういうことでありがとうございました。ありがとうございます。明日からもね、ちびっこちゃん、ちょっと俺無視しないでね、お願い。ちょっとこの間引かれたよ、ちょっと。みんな無視するもんな、子供。どうしたんだべな。やっぱね、サンタと違って、俺素で行ったからね、素で行ったから、みんな引いたのかな。まあいいよ、ちょっと俺がっかりしたんだな、それで落ち込んでんだよ、今。ね、悲しいんです。はい。ということで、ね、明日からもう1週間頑張りましょう。俺ちょっとね、明日新聞配達、一応バイト面接予約してたんだけど、週1回しかないっちゅうから、それじゃ意味ないんで、今仕事してもさ、実際ね、もし春に就職決まってもね、俺今体まだね、退院したばっかりだから、今体壊せないんだよね。働いてやる気見せろとかさ言われても困るんだよね。それだけ言っておきます。やる気は本番でやる気見せてあげますよ、ちゃんと体が整った上で。だからね、YouTube で外でね、あんな飛び跳ねたりしないんで、もう昨日とついか昨日からか、もう家でね、家で待機してるんで、家でこう安静にしてるんで、あの時もう退院してずっとさ、おとついまで毎日家から出て動いてたから行けんかったんで、だから昨日からもう家でずっとこうこもってるんで、そう、もう子供にはさ無視されたから、もうそれからもうなんかもう落ち込んで一緒にこもっちゃってるんで、もう、はい、だからもういいっす。とりあえず体をね良くして、どっちにしろ就職するなりしないなりにも、しなければしないでサッカーがあるんで、俺にはフットサルがあるから、ユニフォームまだね試合で袖通してないんでね、ぜひ活躍したいんで、俺まだいけるんで、サッカーフットサルだけどね、あと一般の人もね見に来れるんで、僕招待しますんでね、はい、でも交通費は出せませんよ。なんとか実費で来てください。場所、暇な方、お子さん連れてでも、普通の独身の人もね、僕に興味ある方は僕のちょっとプレーを一度見てください。面白いことをやってあげましょう。来てくれた方にはその試合で面白いことを僕はします。じゃあ面白いことって、そんなゲーとかするんじゃなくて、技を見せます。技、サッカーでの技を見せます。ということで、瞬間とカメハメハ、元気玉ねぎファイティングナウ、集めた方がいきます。最初はアイコ、じゃんけんアイコ、あっち向いてあっち向いてあっち向いて、ちょっとあれがないから
はい。もう一回、ちょっとパターンを変えたか。最初はアイコ、じゃんけんアイコ。あっち見て、あっち見て、あっち見て、ほい。これどっちなんだべね。これさ、こっち刺してるか、俺だ。こっちです。答えはこっちでした。15で。はい、彼氏シャクマンでした。じゃあね。バイ、テンキュー。あ、そうだ、もう一個企画あったんだけど、それはいいや。寝る前にやります。じゃあね、さよなら。